セアカジョウビタキとは、スズメメヒタキ科に分類される鳥類の一種である。全長14から17センチメートルで、体重17から21グラムである。くちばしの長さは1から1.2センチメートル。翼長は、オスが8.1から9センチメートル、メスが7.9から8.8センチメートル。尾の長さは、 オスが6.7から7 3ンチメートル、メスが6.4から8トルである。オスは頭頂部から後頭部にかけて灰色で体下面と背から上をおずつにかけては錆びた赤色である。翼は黒褐色で大きな白色の反転がある。メスは頭から体上面は褐色で体下面は灰褐色である。翼には オスより小さい白色の反転がある。バイカル湖周辺のモンゴル北西部からキルギス、タジキスタン北部までの地域で繁殖し、天山山脈南部からイラン南部、アラビア半島南東部までとパキスタン北西部、インド北西部とネパールなどで越冬する。日本では2000年10月に北海道のリシーで一例、オス1羽が観察された記録がある。 温帯の信用樹林や低牧地、農耕地に生息している。主に昆虫を接触している。繁殖期は5月から7月で、石や根の下などに枝や苔と草を編み、外径が10から1 2トルで、内径は5から6トル、高さ9から1 1トル、深さ4から5トルの巣を作る。巣には、 肺褐色のブッチが入った薄緑の卵を3個から6個産む。ありがとうございます。